ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うっふ。バイト先の先輩に霊夢姫様って呼ばれるようになっちゃったの。姫様だなんて、プリンセスでもなんでもない庶民なのにね。喜んでいるようだけど、きっかけはわかるか？仕事できた？って聞かれて、まあ、だでエースって言った時からだったかな。ああ、そりゃ完全に嫌味だぜ。頭が緩くて状況に気づかないってことだろう。ええー、だったらそう言えばいいのに。嫌な感じね。千年前の日本にも、上司にひどいニックネームをつけられたバリキャリの女性がいるんだぜ。泉式部だ。女物のセンスを持っていた男に、当時の最高権力者の藤原道長が、誰のだ？と尋ね、泉式部のセンスだとわかると、取り上げて筆でサラサラと、浮かれ目の扇、つまり恋大き遊び目の扇と落書きしたんだぜ。セクハラのパワハラ、ひどい言われ方だわ。今回は、泉式部が浮かれ目と呼ばれるようになった経緯と、スキャンダルまみれになってからの人生についても説明してみるぜ。頑張れ泉式部。それではゆっくりしていってね。平安時代スキャンダルランキング、女性部門第1位は泉式部？モテすぎる女優歌人の恋愛遍歴とは、泉式部日記の謎。その1、源氏物語の時代の女優歌人ナンバーワン、泉式部。泉式部は平安時代中期に素敵な和歌をたくさん読んで評判になり、その後の時代に大きな影響を与えた女優歌人だぜ。百人一首の泉式部の歌は、あらざらんこの世の他の思い出に、今ひとたびの会うこともがな、だぜ。ちょっと何言ってっかわかんないですね。いや、サンドウィッチマンの言い方。説明すると、病気で寝込んでいる時に彼氏に送ったメッセージで、私はもう死んでしまうでしょう。死んだ後の思い出に、もう一度だけあなたに会って抱かれたいわ、ってとこだぜ。わお。死ぬほど具合が悪いのに情熱的ね。学校では抱かれたいなんて習わなかったけど。この時代に会うっていうのはそういうことなんだぜ。おかげさまでこの後、泉式部の病気はすっかり元気になってるぜ。この百人一首以外にも、1500首もの和歌が残っていて、泉式部が亡くなった頃の和歌のベストを集めた5周位和歌集には、67首の作品が選ばれ、これは総歌数1218首、最多なんだぜ。ヒットメーカーだわ、21世紀初めで言えばアユかしら？アリーナー、アユの隠しもいいよな。泉式部は父が大江の政宗、母は平野康平の娘で、二人とも朱雀天皇の第一王女で冷泉天皇の妻である、周氏内親王に仕えていた職場結婚だぜ。それで泉式部も幼いうちから母について、周氏内親王に仕えていたという説があるぜ。子供の頃から和歌や平安貴族の教養に触れる環境にいたってことね。女性の教養として大切な古今和歌集だけでなく、漢文の勉強もしていたようだぜ。また父の大江政宗は、先輩の女優歌人である赤染右衛門の夫、大江政平の親戚で、赤染右衛門は、藤原道長の妻である林氏と娘の彰子に仕えた、キャリアウーマンだぜ。赤染右衛門って猫型ロボットのパロディーみたい。右衛門の先輩はこっちだからな。道長を褒めたたえる歴史物語、映画物語の作者の有力候補とも言われる実力者で、泉式部は幼い頃から赤染右衛門と親しくしていたようだぜ。年齢的には親子ほどに開きもあって、歌のやりとりから見ると可愛がられていたようだ。家柄としては中流だけど、経済的には割と豊かで最高の文化に触れるチャンスもあったのね。18歳頃に、父の部下だった立花の道貞と正式に結婚する前にも、若いうちから目立つ色っぽさで、年上の男性に恋心の和歌を送られてやり取りしていたようだぜ。きっと赤染右衛門の他に、周氏内親王に仕えていた先輩たちも、最初は贈答歌の添削やアドバイスをしてくれただろうけど、泉式部の言葉のセンスの良さは抜群だと評判になっていったんだぜ。キュンですって拡散されまくり？火山上皇が、姫路の諸社山遠洋寺にお参りする大イベントで発表して絶賛された和歌は、暗きより暗き道にぞ入りぬべき、遥かに照らせ山の葉の月って、迷いと苦しみの暗闇からもっと暗い道に入ってしまいそうなの。山の端から覗くお月様、どうかその道を照らしてちょうだいっていう意味だぜ。平安時代の夜は暗かったでしょうね。コンビニもないし、現実の暗さじゃなくて、気持ちが落ち込んでネガティブになるって話だぜ。泉式部は親にも世間にも責められて、居場所がなくなるような経験をしたからな。その2、辛い恋に打ちのめされたのに再びのフォーリンラブ？平安時代って今より恋愛は自由だったのかと思ってたんだけど違うの？そういう面もあるが、泉式部のスキャンダルは単なる恋とは言いにくいものだったんだぜ。結婚相手の立花の道貞が、現在の大阪南部の泉の国に単身赴任している間に、冷泉天皇の息子の壇上の宮田目高親王に言い寄られて、付き合うようになってしまったんだ。
泉式部は結婚前に霊々天皇の妻の周氏内親王に仕えていたから、幼馴染かもしれないぜ。プリンスに押し倒されちゃったのか。立花の道貞も、藤原の道長の派閥で仕事もできたから裕福で、泉式部との夫婦仲も良かったのに。壇上の宮は男前のモテモテ遊び人。あちこちにいる彼女の中の一人になってしまったんだぜ。しかも壇上の宮は泉式部と付き合ってることを隠す気がなかったようで、あっという間に噂は広まったんだ。夫も娘もある身で、身分違いの恋愛だと評判になって、父親は泉式部と縁を切って、追い出すんだぜ。身分違いって何よ？高校生の時に推しだったアイドルと結婚して幸せそうな人もいるでしょ？有名かどうかってレベルの話じゃないぜ。壇上の宮田目隆親王は皇太子の弟で、その時点では将来天皇になりそうにはなかったけど、正妻は藤原家トップの姫だったんだぜ。泉式部は、その子の父親は誰よ？と聞かれた時に作った和歌を残しているんだ。記録に残っている子供は古式部の内子と石倉の宮で、二人とも父親ははっきりしているから。立花の道貞と壇上の宮の両方と関係があったらしいこの時期に、そっと子供を産んだかもしれないぜ。ドロドロすぎる。雨の中のラグビーよりドロドロ。表向きは中流貴族が父になるわけだけど、実は親王の子だとしたら天皇候補になりかねない。生まれてすぐに存在自体消された可能性があるんだぜ。え？まさか抹殺？やばいわ。その可能性がないわけではないが、寺で僧として育てることが多かったようだぜ。天皇家は神道だから、仏教の世界に入れてしまえば天皇には戻れないんだ。泉式部に3人目の子供がいたのか、いたとすればいつどうなったかは謎だぜ。それにしても泉式部よりあかんのは壇上の宮でしょ。その頃、京の都では伝染病が広がっていて、道端に死体が転がっているほどだったのに、壇上の宮は泉式部のところに限らず、毎晩あちこちに出歩いていたせいなのか、お出来が悪化してあっという間に亡くなってしまうんだぜ。まさかゾンビに噛まれたのかも？壇上の宮はゾンビにはなってない。泉式部と壇上の宮の関係は1年間ほどと考えられているぜ。不倫が世間に知られてからは、夫も他の女のところに行ってしまうし、泉式部はしばらく壇上の宮を思って祈る毎日を過ごしたんだぜ。ドロドロストーリーなら、恋に破れた女のところには新しい恋がやってくるものよ。当たりだぜ。すぐにまた新しい男の噂が立って世間にバッシングされてるぜ。そしてダブル不倫の恋人との死別から8ヶ月、別のプリンスから迫られるようになるんだ。壇上の宮の弟、そちの宮厚道親王だぜ。弟ってことはこっちも幼馴染かもしれないわね。可能性は高いと思うぜ。しかも兄の思い出話をしたいと言われた泉式部は、ついついなのか、わざとなのか、匂わせ満開の和歌を繰り返しているんだ。このそちの宮との恋愛ストーリーを、二人の和歌のやりとりをたっぷり入れて書いたのが、泉式部日記なんだぜ。恋愛リアリティショー？キラーコンテンツよね。そちの宮にも正妻はいたんだぜ。最初の妻はまさに政略結婚で藤原家のプリンセスだったが、メンタルを病んでいたようで、実質の正妻も皇太子の妻の妹というプライドの高いお姫様だから、心は通っていなかったんだぜ。そちの宮は女遊びのひどい壇上の宮とは違って社会的にも信頼される貴公子だったと言われているぜ。遊びじゃない本気の恋だったのかしら？恋愛経験豊富だと噂される泉式部に他に彼氏がいるんじゃないかと不安になるそちの宮。恋の和歌を送ったのに既読スルーされる泉式部の心の揺れ、すれ違い、会えば思いが募り、周りの人に止められると、人目を避けて車の中でメイクラブするほど燃え上がったり、また誤解で距離ができたり、制裁が起こったりと生々しいんだぜ。みんな知ってた噂の真相を泉式部日記で暴露したのね。身分違いだから、通うより飯か帰ればいいという周りの人のアドバイスもあって、そちの宮は泉式部を広い自分の家に連れ帰って、身の回りのお世話係として雇ってしまうんだぜ。他の男が近寄らないようにしたの？男の噂を消す効果は確かだけど、それ以上に本気だったんだろう。すると制裁は荷物をまとめて実家に帰ってしまったぜ。泉式部日記に書かれたのはここまでだ。韓流ドラマのような話ね。続きが知りたいわ。シーズン2希望します。それ以後の二人の姿は、歴史物語の映画物語青鏡に登場するぜ。そちの宮が参加する儀式やパーティーにも、堂々と泉式部を連れて行くようになったんだぜ。京都の伝統行事の葵祭り見物では、わざと目立つように飾った車に二人で乗ってやってきたんだ。そして泉式部は男の子を産むんだぜ。それがさっきも言った石倉の宮だ。自分の家に連れてきてわざと目立った理由は、石倉の宮を守るためだったのかもしれないわ。父親は他の誰でもない私だって。その3、恋するキャリアウーマン誕生。
葵祭りの交際宣言からわずか2年後、ソチノミヤは27歳の若さで亡くなってしまうんだぜ。泉式部は実家に戻り、宮と女のストーリーとして、出会いやデートの思い出を書き始めたんだ。泉式部日記は泉式部物語とタイトルがついている写本もあって、他の日記文学とはかなり違う感じだぜ。ヒロインは私じゃなくて女なのね。恋愛体質のモテ女と噂される中で、二人のプリンスと死に別れた恋経験をもとに、世間の逆風に逆らった、身分違いの恋愛の悩みと喜びのストーリーを書き上げたんだぜ。あくまでも想像だが、あえて書かないこともちょっと話を持ってるところもあるんじゃないか。紫式部が源氏物語の作者として就職したのと同じように、泉式部も泉式部日記の作者として、藤原道長にスカウトされたと考えられるんだぜ。エントリーシートには、女優歌人ってだけより、泉式部日記作者って書けば印象が強いわね。というわけで、一条天皇の妻の中宮彰子に仕えるようになった泉式部だが、道長に浮かれ目、つまりモテ女とか男好きの女と言われて、即座に切り返したエピソードはこの時期のことだぜ。声もせん、こさずもあらん、大阪の、関森ならぬ、人なとがめそ、という歌で、意味は、一線を越えるか越えないかは人それぞれでしょ。恋の警備員でもないのに口出さないでってとこだぜ。やるよねー。浮かれ目というセクハラの悪口を逆手にとって、キャッチフレーズにしたかのようだわ。運命の荒波を生き抜く女性はたくましいぜ。状況としてはトークバラエティにスキャンダルタレントが出演した時に、MC がわざといじって笑いにしてしまうような場面だと思うぜ。さんまさんやトンネルズ石橋や、ダウンタウン松本にいじられて、うまく返した指原的な？はっはっは。口の硬い男がタイプだってやつな。彰子の周りには才能あふれる女性がたくさん仕えていたから、貴族の男性たちも集まってきて、何人もの名のある上流貴族から恋の歌で迫られて、浮かれ目として遊んだようだぜ。いるわね、好きって言われると惚れちゃう人。推しに弱いっていうか、寂しがり屋っていうか。情熱的な歌の代表は、黒髪の乱れも知らず、打ち伏せば、まず書きありし、人底意識で、髪が乱れるままに寝ていると、この髪を一番に撫でてくれた人が恋しくてたまらないという意味だぜ。うっふーん、セクシーグラビアが脳内再生。そんな彼氏の中の一人だったのかどうかはわからないんだけど、道長の勧めもあって、四天王の一人の藤原の安政と正式に結婚することになるんだぜ。四天王ってどういうこと？道長の手下の中で強くて勇ましい男4人を、道長四天王と呼んだんだぜ。実質の最高権力者の直属で腕っぷしの強さを認められ、経済的にも豊か。若も笛の演奏も上手だったようだぜ。あったー、それじゃ他の男は近寄りにくい感じになるわね。大江山の鬼退治に行ったメンバーの一人という伝説もあるマッチョマンで、年の差は18歳前後と思われるが、条件としては申し分ない相手なんだぜ。道長の持ち駒になっておけば、自分だけでなく家族や二人の子供たちも守られるだろう。安政の妻の役目もしながら、彰子に仕えることも続けていたんだぜ。この頃には若い新入りに和歌の作り方を教えたりしていたかもね。春は曙で有名な枕草子の作者、清少納言と泉式部は宮仕えした時期は違うんだが、清少納言の兄が藤原の安政の家来だったこともあってか、二人の和歌のやりとりは残っているんだぜ。どんなやりとり？泉式部が5月5日に勝負の根をプレゼントしたり、清少納言から海苔を送ったりしているぜ。勝負の根は香りが良い魔除けで、入浴剤としても薬としても使われていたようだぜ。ガールズトークしてた感あるわ。源氏物語のどの場面が好きとか。その源氏物語の紫式部が、紫式部日記の中で同僚についてコメントしてるんだけど、泉式部は男にだらしないところがあるとばっさり切って、その場に応じた即興の和歌や手紙の文章はかなりセンスが光るけど、思いつきだけであんまり考えてないみたいなんて、結構マウントを取ってるぜ。マツコっぽい毒舌？言うよねー。でもセンスは認めてるのね。この時代は女優歌人も多いけど、和歌についてはやっぱりダントツの実績を残したと言えるぜ。その4、リア充とはならなくても、晩年の悲劇を乗り越えて。道長が息子の藤原の頼通に地位を譲ると、藤原の安政はそのまま頼通に仕え豊かな地方の国司を歴任し、泉式部も頼通が主催したお正月の宴会で、イベント展示用の屏風に春和歌を作っているんだぜ。それって、オリンピックの開会式でパフォーマンスするみたいな感じでしょ。そうだな、娘の古式部の内子も和歌の才能を認められて、泉式部と一緒に彰子に仕えていたが、頼通の弟である、藤原の頼通の2番目の妻として、男の子を産んでいるんだぜ。夫の安政と共に地方へ行った期間もあったようだが、都の仕事が泉式部の転職だったようだぜ。幸せに暮らしましたとさ、
めでたしめでたし。昔話のようにはいかないんだぜ。まず、藤原の範通の正妻が男の子を産んだことで、子式部のないしは離縁されてしまうぜ。その後やっと、上流貴族の藤原の金成の第一夫人になって男の子を産むんだが、難産で子式部は亡くなってしまうんだぜ。おーおー、ショック、それは辛い。泉式部自身が産んだ息子も同じだけど、子式部のないしが産んだ二人も上流の男の子だから、孫を引き取って育てることはもちろん、いつも会えるわけじゃない縁の薄さなんだぜ。仕事の一部だから、関わりたくもない男から和歌を送られ続けても、最愛の娘は亡くして、会いたい孫には会えない晩年だったのね。愛した二人の親王と死別した悲しみを込めた、切ない和歌もたくさん作っているが、とどめを着て、誰を哀れと思うらん、子は勝るらん、子は勝りけり、という和歌は、子式部のない子が亡くなった後の孫たちを見て作ったと説明がついているぜ。子式部は取り残された私と子供たちの誰に心残りがあったでしょうか？きっと幼い子供たちの方が別れたくなかったでしょう。私も親より子を亡くした方が辛かったんだもの、という意味だぜ。ドラマの登場人物が死んでもロスで仕事やる気なくなるのに、死別の辛さや苦しさまで和歌にしていたのね。いろんな人から送られたお悔やみの和歌のお返しを作ってるんだぜ。夫の藤原の安政は1036年に79歳で死んだんだが、安政の死を嘆いた和歌は見つかってないぜ。泉式部が50歳の頃にイベントで作った和歌を最後に、晩年は、道長や尚氏ゆかりの寺の尼になったと言われているぜ。ドラマみたいな華やかで激しい人生だったのね。確かにかなりの生命エネルギーが感じられるぜ。霊夢も姫様なんてニックネームは右から左に受け流して、仕事をしっかりやれば嫌味な先輩も見返すことができると思うぜ。見返さなくてもいいけど、少しずつでもいい仕事ができるようになりたいわ。そして歴史に姫様の名を残す。もういいぜ。皆さん、変なあだ名やニックネームの思い出があればコメント欄で教えてほしいぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録や高評価をポチッとお願いね。それじゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。